乙事主に会ってきた。大正6年に彦さんから分霊をいただき、令和3年に鳥居が完成。大分県玖珠郡玖珠町森。コロナ禍で2年ぶりに通る道、何やら新しいお宮ができている。亀山宮と書いてある。里山に続く細い道を登っていく。玖珠町のように目幸地形や龍都地形の山々が集まったところは大変珍しく、日本中どこを探しても他にはありません。メサ台地とは、上位に硬い水平な地層が、下位に侵食されやすい柔らかい地層がそれぞれある場合、下の地層が侵食されて球外を形成し、上部は侵食されないためにテーブル状の台地となる。約300万年前の安山岩質溶岩、火砕岩の上位に、新生代第4期更新生、約100万年前頃に噴出した耶馬渓火砕流堆積物が分布しています。地表面はほぼ平坦で、小さな谷が無数に発達していることと、その谷はほぼ垂直の崖となっていることが特徴です。見通しがいい。中腹に着きました。下から見ても亀には見えない。上空から見るとイノシシそっくり、まさに乙事主。
最後にハプニング、スズメバチが接近してきたのでスティックワークが一瞬止まり、山頂の木に接触、山を登る羽目になった。おっこと主のご利益か、無傷で回収できた。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。